はい、こんにちは、本日は開店前の仕込みの動画です。ゴールデンウィーク中のとある日の仕込みの様子ですね。厨房にはね、段ボールは、持ち込みません。このようにね、買い物カゴを用いて買い物をします。厨房に段ボールを持ってくるとゴキブリが出るとかね、いうんで、うちは、段ボールは厨房には持ち込みません。ちなみにこのノースフェイスのカゴ、これは全部自作でございます。シール貼っただけです。まずゴミ箱ですね、これはね、一応ホール用とそして厨房用と2つゴミ箱があるので、まずゴミ箱をセットします。業者さんが持ってくんで、空のゴミ箱をセットして準備します。で、仕込み中はもう絶対これうちのルール、節電です。もう真っ暗な暗闇の中でスポットライトだけで仕込みをします。電気代高いので、特にね、怖がりに電気つけても何も生まれませんので、電気垂れ流しなんでつけません。そしてですね、前の日に使って薄めのハイターでつけといた台拭きとかね、鍋つかみとか、そこら辺を洗います。はい、そしてですね、もちろん手もここでまず洗います。そしたらですね、使うタオル畳んでですね、中華は大きいまな板なんで、まな板が滑らないように下にタオルを敷きます。こちらも同様にタオルを敷きます。狭いんでこういう風にしか置けないんですよ。はい、そして早速仕込みですね。こちらは焼き豚の仕込みですね。2日ほど漬け込んでおいた焼き豚ですね。こちらをオーブンで焼きます。はい、これ真っ赤になってるのはね、食紅ですね。色香を使っております。中華街とか赤いやつあると思います。はい、そしてオーブンで250度、間違えました、で180度で両面片面ともに40分ずつですね。はい、でそれをやってる間に、まず米研ぎですね。うちはご飯屋、とは言ってもですね、居酒屋ということで、そんなにご飯、言うほどご飯ばっかり出ないので、その日の注文数大体予想して炊きます。そして冷蔵庫ですね、冷蔵庫の中から今ある食材の余りの状況ですね、在庫状況を確認して、その日に仕込むものをですね、確認いたします。前の日のうちにね、メモって明日はこれとこれとこれをやるっていうやり方もいいんですけど、うちはそんなにね、言うほど大きい店じゃないので、ちょっとパッと見れば、今日こんだけやればいいなっていうのは大体わかりますね。この時点でもうないものは頭の中に入れて、これ今日仕込もうっていうのはあります。で、うちのお店はですね、このようにラップがもったいないんで、こういう蓋付きの容器ですね、こちらを、使ってます。卵割りですね、卵も前の日に残っている分もありますんで、その日に使うであろう大体の予測を立てて、こんぐらいあればいいかなという感じです。町中華のお店とかだとね、もう卵相当使うんですけど、チャーハンが出るんで、うちはそんなにご飯系出ないので、料理で使う分の卵、こんぐらいあればいいかなという予想を立てています。さらっとするまで卵を溶きます。次にですね、青菜ですね。昨日の残った青菜の量を見てですね、今日こんぐらい切ればいいかなっていう感じです。青菜もね、砂ついてますんでしっかり洗って、でこちら今回はほうれん草と小松菜とチンゲン菜という3種類ですね。そして、どんどん切っていきます。ヘタはいらないんで、ヘタを切ってトントンと。
はい、切ったらね、お水で洗います。ガシャガシャと洗います。まあ一回最初に予洗いしているので、まあそんなに土とかね砂ついてないと思うんですけど、まあ一応ね念には念をということで、しっかりと洗います。そしたらですね、これ水切りですね。水切りでしっかりと、水を切ります。こちらパール金属さんの水切りですね。はい、遠心力で水を切るというやつですね。そしてカラッとした野菜を、カンカンに入れて、今日使う分はこれで、仕込み完了です。そうしている間にですね、チャーシュー焼き豚がですね40分経ちましたので、一回裏返します。この軽い焦げ目がまたいいんですね。はい、ご覧のように裏面まだ全然ブヨブヨなんで、しっかりここを焼くために、ひっくり返します。はい、そしてまた40分、いってらっしゃいませっていう感じで、次の40分。はい、次に長ネギです。長ネギめっちゃ買ってきました。ちょうどお手頃な価格だったんで、もう大量に買ってきました。そして長ネギもですね、この青い部分とまずですね、ちょっと取ります。うちのお店はこの長ネギの青い部分も全て使うのでいいんですけども、結構ね自分の知ってるお店はね、この青ネギの長い部分全部捨ててるんですよね。はい、うちはね全部もう使い切るんで、このネギはまたね白ネギとこの青ネギでちょっとね使う用途が若干変わりますね。味も香りも違いますので。はい、そしてまあこのように洗って水切っておきます。はい、そしてこのお尻のヘタの部分も長ネギを掃除していきます。基本的にねこの種取ったりこのヘタを切ったりするので、一応掃除って言うんですよ。掃除しといてとかね言うと、別にその本当清掃するとかそういうことじゃなくて、一応その下準備ですね。ピーマンだったら種取って上の部分カットしてみたいな、それもピーマンの掃除みたいな感じで掃除って言います。はい、そして長ネギもですね、店頭だといろんな人ベタベタ触ってますんで、一応ちゃんと拭かないと。はい、そしてですねこの遮光性のある袋に入れまして、冷蔵庫に保存します。少しでも保存状態よくしたいなという思いで、このね黒い袋。はい、このように、そして冷蔵庫にしまいます。はい、そして長ネギのみじん切りですね。まあ、この日はねちょっと長ネギのみじん切りの在庫があんまりなかったんで、うちのお店としてはちょっとね、多めに切ります。まあ、このようにね目を入れてシャシャシャとねペティナイフで切り目を入れます。まあ、結構ね本数多いと手疲れちゃうんですけど、ここはね中華包丁でやるよりねペティナイフでやった方が多分軽いので、疲れにくくやりやすいかと思います。はい、そしてここから切るんですけども、はい、まあいっぱいですよね。まあ、ご家庭で切る量ではないと思うんですけども、このねいっぱい一応7本8本ある場合はこれねタオル敷かないとねちょっとネギが暴れるんですよね。はい、両手でガッて手で押さえるの大変なので、タオル置けばいっぱい切るときはねこのようにタオルを敷いてやるとネギが暴れません。
したらですね、この長ネギ、輪切りも切ります。これみじん切りではなく本当普通の輪切りですね。うちの場合は台湾まぜそばとかね、ちょっとまぜそばという、台湾まぜそばがめちゃめちゃ出るので、その分の仕込みをもうしておきます。そしてですね、中華包丁のいいとこ、このようにね、指を切らないよという、素晴らしい包丁が中華包丁ですね。このような手の置き方をしていると本当に手切らないので、中華包丁は本当にいいですよ。そして先ほど切った長ネギみじん切りをですね、蓋付きの容器に変えたいんですけども、包丁でやるとこぼれるんで、しっかりスプーンで、やっております。はい、そして蓋付きの容器入れたらですね、これ冷蔵庫に保存ですね。はい、こんだけあれば大丈夫。次にですね、小ネギです。はい、小ネギですね。これもね、輪切りですね。これね、彩りとかで、使う時が多いんですけども、この小ネギも、はい、大体1つ切るぐらいで1日持つかなという感じです。はい、そしてですね、スープ作り。まあこれ最初にやっとけばいいんですけど、忘れてたんで、このタイミングでスープ作ることになりました。おやべえ、スープ作るの忘れてたっていう感じですね。忘れてました。一応ね、うちはあのゴミとかの処理の面で、うちはこのね、ガラパックというね、本当のこの豚の骨と鶏のガラが、入っているこのガラパックですね、沸かしてスープを作っております。これだけで足れるなんて思うかもしれないですけど、まあうちのお店はラーメン屋さんではないですので、ラーメンそんな出ませんので、まあ、料理に使う分のスープでございます。はい、そしてですね、先ほどの青ネギ、ネギの先っぽの分ですね。青ネギ、こちらもね、うち麻婆豆腐の最後に入れたりするんですよ。香り付けのためにね、ちょっと白ネギとちょっと使い分けて使っております。でこちらの青ネギもめちゃめちゃ使うので、うちはね、これもカットして、ちゃんと使うようにしております。はい、そしてですね、次は中華クラゲの仕込みでございます。はい、中華クラゲですね、まあこういう感じで、うちは業者さんから取っております。まあ最初これね、しょっぱくて使えないんですよ。もう塩クラゲもうしょっぱくて、もう口がうわしょっぺーっていうぐらいなんで、これはね一回軽く洗います。最初にですね、ちょっとこの塩気を抜くためにも最初にちょっと洗います。ちょっとジャブジャブと塩気を取るために洗うんですけども、これやるだけでも全然違うので、一回ジャブジャブと洗った後にですね、熱湯ですね、熱湯を流し込みます。はい、このように。そうするとですね、キューって一気に縮むんですよ、縮んでいくんですよ。それでまあ15分ぐらいですね、もう放置するとちょっと落ち着くんで、そしたらですね、うちのお店の場合はこれを、流水で流して、塩を抜いていきます。まあこれ水、流してる間に次にですね、豆腐を切ります。豆腐はですね、うちのお店は木綿豆腐を使っております。木綿豆腐もですね、まあ、豆腐も結構値段ピンキリでいろんな豆腐売ってると思うんですけども、私が豆腐を選ぶ上で、重要視していることは硬いかどうかですね。もういろんな豆腐も水をすごい含んで結構柔らかい木綿豆腐もあるんですよね。そして安かろう悪かろうじゃないですけど、結構安い、もう激安スーパーとかで売ってる豆腐はね、ちょっとやっぱり型崩れしちゃうんですよね。型崩れしちゃうぐらいちょっとね、柔らかかったりするんですよ。同じ木綿でもね、やっぱり硬さって違うので、こちらの豆腐しっかり硬くてですね、型崩れしませんね。このようにこうやってトントントンと切っていきます。そして、中華料理では、この切った豆腐をですね、一度茹でます。そしてこう茹でてる間に、クラゲ今流水で、
流してるんですけども、これもまあ適度に揉んで塩を抜きます。水分も吸わせます。そして豆腐をやってる間にスープも沸いてるかどうかをチェックしつつの切り物です。うちのお店はね、麻婆豆腐にいろいろと野菜が入るので、その切り物をしていきます。玉ねぎ、パプリカ、かぼちゃ、オクラ、枝豆など入るんですけども、具沢山麻婆豆腐ですね。なんで具沢山麻婆豆腐なんですかと、普通のお店は麻婆豆腐にはひき肉と豆腐だけじゃないですかっていうふうに思われる方がいると思うんですけども、一度ね、うちの実家のお店にいる時にアンケート用紙を置いてた時があったんですよ。お客様のご意見をお聞かせくださいと。そしてですね、まあ回収していた時にですね、麻婆豆腐を食べたがひき肉と豆腐だけだったっていう意見をいただいて、はっと思ったんですよ。それって普通じゃないのかなと思ったんですけど、その方からしたら麻婆豆腐にひき肉と豆腐しか入っていなかったっていう意見があったということは、まあなんか入れようかなと思って、私はお店を出す時にちょっと野菜入れようかなと。一応麻婆豆腐の味を損ねない、そこまで癖の強くない野菜を入れようということで、この具材を入れることになりました。ピーマンとかを入れちゃうとね、また苦味が出てきたりしちゃうので、うちはピーマンは入れないでパプリカとか入れてますね。玉ねぎも煮込むと甘みが出てきたりしてですね、まあまたちょっと美味しくなるんじゃないかなということで入れてます。そしてかぼちゃ切るとですね、まな板黄ばむんですよね。ご覧のように黄ばむので、これはね、包丁のてっぺんでこのガリガリと削ると綺麗になります。こちらもね、混ぜていただいたら、蓋付きの容器に入れ替えると。ラップは極力使わないと、はい、そして、豆腐が沸きそうです。そしてクラゲも戻りかけてます。そしてチャーシューも、あー、もう上がったのかな、ということで、これマルチタスクでもう4個5個の仕事を同時にやっております。そして豆腐は、流水で冷やします。そして流水で冷やしている間にですね、次に人参を切らないといけないので人参を切ります。人参も切り方としてはペンという切り方ですね、薄切りです。このように小分けしてから、あとは人参をひたすら切っていくんですけども、ここで豆腐が冷えたので豆腐を引き上げます。結構ね、一つのことをやってるだけじゃ間に合わないので、いろんなことを同時にやってですね、常に終わったところから片付けていくと。そして今この豆腐を引き上げることによって中華鍋が開きます。中華鍋が開いたらですね、切った人参を今度茹でるんですよね。そのために今さっさと豆腐を引き上げました。常に仕事は1個のことをやるんじゃなくて、わりかし何個何個一手先一手先を考えながら仕込みをすると、まあ、これも慣れだと思うんですけども、結構計画的にやらないといけない、まあ、このように人参をね、どんどん切っていきます。でどんどん切ったらですね、このように先ほど開けた鍋に入れて茹でます。はい、そうしてる間にクラゲがですね、今度戻りました。だいたい1時間しないぐらい流水で流したらクラゲが戻ったので、はい、コリコリしております。でこのクラゲをですね、ザルに開けて水を切って保存です。はい、これでクラゲの仕込みは完了です。次、大根サラダの、大根がなかったのでこちらを切っていきますね。はい、これものんびりやってるわけではなく、どんどん先進まないといけないので切り進めていきます。こちらはね、先日動画に上げた薄切りピンダオファという切り方で大根サラダを仕込んでいきます。はい、で切ってる途中にですね、人参が沸きました。そして人参の硬さをチェックしたところ OK だったので、こちらをザルに開けます。はい、開けました。そして流水で冷やしている間にまた大根切ると。サラダを切っていきます。サラダは、先ほどの同じようにサラダスピナーという水切りに入れて、しっかり水切りを切ると。
そしたらですね、次にこの薄型の丸まな板あるので、こちらをセットして今度お肉関係を切ります。はい、今日はね、営業中に砂肝の注文がめちゃめちゃ来ると思うので、砂肝のストックを大量に用意しておきたいと思います。まあ、こちらはね、中華包丁使ってもいいんですけど、まあハサミでパパパとやった方が楽かなと思ってハサミで、やっております。はい、これで砂肝の仕込みはとりあえずは完璧です。はい、次酢豚肉です。はい、豚肩ロース、いい形のものがあったんで買ってきました。酢豚はですね、一口大に、切ります。まあ、大体通常 2,3 人前あれば足りるかなというところで、生の状態にしておけばすぐ取り掛かれるので、切っておきます。普段はね、冷凍から出すんですけども、やっぱそれだと忙しい時すぐ対応できないんで、生肉の状態で冷蔵庫を入れておけばすぐ作れると。そしてレバーです。レバーもですね、うち冷凍してるんですけども、大量に仕入れて、冷凍しているんですけども、まあ、こちらもね、生の状態で、用意していつでも作れるようにはしておきます。そしたらですね、次ブラインソンジャンソンですね。こちら鶏肉のもも肉をこれから切るので、ブライン液につけるための、まず液体です。このブラインソンジャン水を作った後に、鶏肉を切ります。つけとかなきゃいけないのでね、そのために、切っていきます。はい、つけました。はい、これで、吸ってくれるはずです。はい、ありがとうございました。はい、そしたらですね、スタッフが出勤しました。電気つけていただいたのでスタッフが出勤です。この時だいたい、オープン20分前ですね。はい、そうしてる間に次にひき肉ザージャン炒め、こちらやっていきます。まあ、麻婆豆腐とかね、ひき肉と、卵の炒めとか、そっち系に使うこのひき肉ですね、大量に使います。うちの場合はお通しにもこのひき肉ちょっと使ったりするので、割と多めに仕込んでいきます。さあ、クラゲのタレがなかったので、クラゲのタレもこの後沸かして作りました。はい、そして流水というか氷水ですね。そして氷水で冷やして、準備完了と。はい、そしてチャーシューも引き上げます。もうこの時おそらくね、オープン15分前ぐらいですね。ちょっと時間がなかったなという、まあ、写真とか動画とか撮ってるんでね、余計な時間がかかっちゃってるんで、まあ、しょうがないんですけど、はい、チャーシューを引き上げます。はい、もうこれいつでも注文来たらすぐ出せる状態です。できたてです。はい、そしてですね、調味料ですね、調味料をすべて準備します。もう開店に向かっての準備が始まっているので、まあ、定位置に調味料を置いて、ここからはもう完全な準備ですね。そして、私が意外と調理師として、やっておく中で一番大事にしていることは、開店前にですね、口の中をもう歯磨きしてリセットしようということです。まあ、これからいっぱい料理作るんで、そのためにはリセットしておかないといけないかなと思っています。そして最終的にもう一度手を洗って、だいたい私の準備はここで終わりです。お米も、炊き上がってました。でそしてスタッフが、出勤で、手を洗ってですね、加湿の空気清浄機の水の補充でございます。加湿器用フレグランスあるので、こちらを入れて、
うちのお店は水がセルフなので、ウォーターピッチャーに水を補充します。最後にビールをもう一発出しといて、大体の準備は終わり。まあスタッフ、従業員のスタッフはですね、あんまり来てから言うほどやることないです。正直10分前に来てもギリ間に合うぐらいですね。ほぼ切り物、火入れ、ほぼ私が一人でやっていますので、はい、私が頑張ればなんとかなるという形で、開店の準備をしています。あと予約の確認をして、そしてテレビをつけると。あとはもう今この開店多分5、6分前なんですけど、お客様が来たらいらっしゃいませと、お客様を迎えます。まあこんな感じが開店前ルーティンです。これちなみに相当忙しい時の準備ですね。普段はこんなに仕込みないんですから、ちょっとね、この日は前の日がめちゃめちゃ忙しくてですね、仕込み結構次の日いっぱいになっちゃったんで、ちょっとバタバタした感じでしたが、まあこんな感じで、まあ、ほぼ私一人ががむしゃらにやるという感じでございます。ちなみにですね、お店の掃除しないんですかなんていう声が上がるんですけど、うちのお店は基本的に前日にもう掃除機かけても全部終わってます。その日の汚れはその日のうちにがモットーなので、そしてこのまま営業を迎えるということです。ありがとうございます。